するものは大丈夫ですね。では参りましょうか。私の名前は小春と申します。実家の温泉旅館で女将の見習いをしております。一番得意なのはお掃除です。立派な女将になるため頑張ります。お部屋のお掃除は一通り終わりました。それと少し寝不足のようでしたので、合わせてベッドメイキングの方もオーナー様はお気になさらずに、ごゆっくりお過ごしください。プライベートな空間ですし、簡単にですが。簡単にってどうして？それはベッドの下にはプライベートな本を隠すものだと小説で読んだので。